はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹原直樹です。今日は偏差値65 a の算数、補助線を引いて、解いていくという図形の問題ですね。やってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、受教会35年間の竹原直樹の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、そしてメンバーシップもお願いします。さあ、長い長い、中学受験生活です。あと1ヶ月半で終わりっていう人もね、実はね、この1ヶ月半がね、一番濃くてね、まあ辛い、時期ですよね。でもね、この真剣にやっている時期っていうのはね、本当にね、すごい力が出るっていうかね、伸びていく時期でもあります。今まではね、なんとなく丸にしてたものをね、真剣にこれで本当に良かったのかって考えるようになったりとかね、今まで読んでも読んでも時間が足りなかった国語の長文問題がね、もういざとなったらね、読めちゃうっていうようにね、なってくるのもこの1ヶ月2ヶ月です。12月に入試がある人もいますけれども、ね、受かっても落ちてもね、どちらでも気が引き締まりますよ、ね、では早速やってみましょう。東海中学校の問題です。角 B が90度で AD は5センチ、FE 対 AF 対 FE が4対3です。また三角形 ADF と三角形 WEC の面積はどちらも12平方センチメートルの時、さあまず BE の長さを求めなさい。じゃあもう一回ちょっと確認してみましょう。角 B が90度ね。そして AD は5センチね。そして、AF 対 FE が4対3。そしてまた三角形 ADF と三角形 FEC は面積がどちらも12平方センチメートル。さあ、この時 BE の長さを求めなさいと、ね、与えられた条件はこれ12平方センチメートル12平方センチメートル5センチ4対3。さあ、この時に BE の長さをどうやって出すのかとね、いうことなんですよね。AF 対 FE だね、これね。これだね、こっちだね。AF 対 FE が4対3です。これもね、補助線なんですよね。意外と難しいですよね。例えば、じゃあ分かるものは何だろうかっていうことなんですよね。例えば、この三角形 ADF あるでしょ。12平方センチメートルでしょ。AD を底辺とすると、これ高さ出せるんですよ。で、この高さを出せば、ね、これ4対3なわけですから、B 出せますよね。ね、さあ、まず B、これ、J としてね、この三角形 ADF の底辺を5とした時の高さを出してみましょう。ね。5×四角割る2が12。5×四角は 12×2 の24。四角は24割る5ですから 4.8 です。さあ、JF が 4.8 センチと出ました。で、この時に、この三角形でと、
この三角形はこれ当然これ90度90度相似ですよね。三角形 AJF と三角形 ABE は相似です。相似比は4対7です ね。4対7です。4対7の相似比で JF が出てますから、4対7は 4.8 対 BE、 4×BE は 7×4.8、 756、7728で 33.6 ですね。だから BE は33.6÷4、 8.4 センチですね、これね。 B は 8.4 センチ。さあ、じゃあ、2番、 BD の長さを求めなさい。今度 BD ですよね。ここ出してみましょうか。 FK、 ここ12平方センチメートル、あ、ダメか、ここ出てないもんね。これダメだね、使えないね。ここの長さが出てませんから。そしたら今度は別の方法でいかなきゃいけないわけですよ。じゃあこれもね、補助線ですよね。AC をちょっと引っ張ってみましょう。こうね。そうすると、4対3で、CEF が12平方センチメートルですから、CFA ね、ここ3対4だから面積も3対4でしょ。ね。だから、三角形 AFC ね。AFC、この細長いところ、これ16ですよね。3が12平方センチメートルですから、4は16平方センチメートルです。ね。で、今度 ADF と AFC が12平方センチメートル、16平方センチメートルですから、この三角形 ADC を F でスパッと切った時、12と16で DF と FC ね、 DF と FC がね、12対16の3対4ですよね。ね。3対4ですよ。ね。3対4、3対4ですから、これね、D と E を引っ張ると、実はね、3対4、3対4、この角 F は、ね、反対と対頂角ですから、この細長い AFC と EFD は相似ですよね。三角形 AFC と三角形 EFD はこれ相似なんですよ。しかもこれ3対4、3対4だから DE と AC は平行でしょ。この角とこの角が等しくなるから。ね。よって、DE と AC は平行なんですよ。で、最後にね、平行なんだから BDE と BAC 相似でしょ？三角形 BDE と
三角形 BAC は相似でしょ、ね、これ相似ってことはですよ、ね、これ相似比3対4ですよね。3対4なんだから、この DE 対 AC が3対4になるよね。もう三角で、ね、相似比3対4です、ね、と3対4でしょ、ね、BD 対 BA は3対4ですよ。で AD は、ね、AD は1ですよね。1が5センチで、求める BD は3ですから、これ15センチ、ね、その鉄塔鉄尾論理的に考えていくと、まあ、出るっていうことです ね、 ね、まあ、これがね、結構難しいですよね。気がつけるように、面積比から辺の比を見つけて相似を見つける、ね、相似からまた他の相似を見つける、ね、いいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。